やっほーこんばんは、みなさん。なんかさ、武道館コンサート皆さん来たら入場特典もらえるらしいじゃないですか。それのやつをちょっと作業しています。おとといだっけ、今日は6日ですね。4日と画角が全く一緒だし、なんならスウェットも一緒な気がするんだけど、許して。なんならさ、一昨日の方がまだ髪型可愛くしてもらってたから、公演後でなんか違う気がしてきたね。そう、いっぱいあるんですよ、書いてる。応援してお願い。どういうメッセージ書いてあったら嬉しいですか。ちょっとメッセージ軽くつけようかなと思ってるんですよ。来た方特典で、これ公開されてますよね。なんかこの気温だとスウェットに上着着てるよ。昨日からそれですね、もう寒すぎて。こんばんは、フレフレハートありがとう。なんかさ、ショールームのギフトがなんかこう無料ギフトが星じゃなくてキラキラになったじゃん。かわいいよね、なんかオーラみたいで。とりあえずサイン部分を書いてそっか、ちょっとメッセージ書きたいなって思うんだけど、何書いてあったら嬉しい。サインだけだったら終わった？いや、まだあるのかな。なんかね、分割してるから持ってきてるのか、この部屋に持ってきてるのか、もしかして少ないだけで終わってないのがまだたくさんあるかもしれない。サイン部分は書き終わったかも。どんなメッセージが欲しいの。ここでコメントしてそれが当たったらさ、嬉しいよね。好きって欲しいの。じゃあ大好きだよって書いとくね。これ当たったらおめでとうございます。なんかフィルターかな、エフェクト、めっちゃ滑らかさ上がってない？多分大好きと好きって書いときますね。これもらった方おめでとうございます。全然私のことをしてない人だったらちょっとびっくりするかもしれないんだけど、ね、私この部屋取ってないんだよね。使いますって言ってないから、もし使う方いたら乗り込んできてください。ごめんなさい、すぐにどきますので。ここ連絡くれてもちょっと携帯で配信しちゃってるので見れないので、もしこの部屋予約取ってる方いたらごめんなさい、来てくださいお願いします。乗り込んでごめんなさい、追い出してください。ちょっとなんか後ろのこれがさ平行じゃないの気になるよね。ゲリラ配信、全然メンバーさんいなかったね。私のめちゃめちゃ細かいメッセージ書いてるやつは最初の方に書いた他のメンバーさんが最低自分の名前がゲストとか最初の方に書いた、ちょっとどんな調子で書けばいいのか分からず書いちゃったやつなので、めちゃめちゃ細かい、なんならサインがちっちゃいやつがありますので、それも当たった方はお楽しみにって感じです。ハートまみれのサインカードとか書いとこう。
とびっくりマーク大好きなんですよね。ご存知の通り皆さんが。赤のハートびっくりマーク打てる？これショールームでみんな。ね、なんかこれメンバーのさ50何分の1とかでしょ多分。皆さんもらえるんだよね多分これ来た方。ストレートにやっぱこれだよねっていうメッセージは書いてますね今。あとデコレーションとしてハートとか書くんですけど、ハートがハートの形をなしてなかったです。あ、みんなピンクのビッグリマークのハート打ってくれてるありがとう、嬉しい。それが見たかったの。メッセージ荒くてもなんとか力を振り絞って書いたやつなので許してください。多分全メンバーがそうです。こんばんは。みんな挨拶してくれる嬉しい。この時間にね配信することなかなかないので、なんなら初めて見に来るよって方もいるのかな、2度目の訪問って方もいるし。ねえねえ、そうだ、みんなに聞きたかったの、私ってなんか何色っぽい？あれ、この前も聞いたっけこれ、配信で配信で聞いたっけこれ何色っぽい私、これってこれこれでも何でもないけど、何色っぽい、ピンクと白、あ、聞いたの思い出した、ピンク白言ってくれたの思い出した。なんか水色、ラベンダー、ラベンダーか、珍しい、嬉しいな。でもピンク、いや、やっぱなんかさ赤とか出てこないんだよね。予想はしてたけど、予想はしてたけど赤は出てきませんね赤ではないんだろうなと思ってた自分で。さっきメンバーさんにも聞いてみたんですよ。そしたらやっぱピンク水色とか見てくれた。な、何のために聞いてるかなっていうのは予想できるようなできないような、まあ予想してんのとも違うのかもしれないしね。冷静なイメージだからあんまり赤っぽい、あー、情熱って感じじゃないのかな。私がさ AKB 活動してて一番私が情熱的やったのってどの時ですか？だと思う。どんなシーンが思い浮かぶ？そうで質問したら、ちょっと聞いてみたい。自分であんまり確かに情熱的なイメージないなと思ったから、これ書き損じがあったらどうなるんだろう、そのまま配布されちゃうの。重力さんとスポーツ対決、あー、ネモステレビさんの中間色みたいな、はっきりしない、柔らかめの色なのかな、劇場公演かな。あー、でも劇場には情熱注いでるつもりですよはい、劇場にはねもちろん気持ちはたくさん詰め込んでますよ。なんだろう、何の曲だと一番表現できてたとかさ。あ、待って、やばい、ハート書いたらなんかハートってこうなんか2個
ボボンってなるじゃん。それが3個になっちゃった。分裂ハートも書いちゃった。分裂ハートの子守歌歌ってるとこだよ。そういうハート言ってことにした。オーディションの時、なるほど。オーディションのどの時？ミニソロコンサートかな。あ、あれ楽しかったね。1センチ近くに行けたら気持ちが伝わるかな。かなあの曲さ、すごく大好きで、普通のあの通常の4人バージョンで披露してみたかったんだよね。あの可愛い衣装、ちょっとふわっとした。それで言ったら天使の尻尾とか7時12分の初恋とかもうなんか通常な感じでやってみたかったね。そうだね、確かにソロコンサート、ミニソロコンサート 2,3000人の前でさ歌わせても大事な経験だよね。あれ、あと私の大好きなあの君だけにチュチュチュ歌ったんですよ。君だけにチュ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 。あれ結構もうその人にさ、7公演やったけど、その人に多分もうそれぞれ一任されてたから、もう振り踊る踊らないどこでどうするとか、まあちょっとだけスタッフさんと相談はしたけど、そう、私の選曲はどうだったんだろう。ちなみにあの時よりさ、もちろん曲数、 AKB の曲数は今の方が知ってるし、でもその時の私の選曲としてどうだったんだろう。ガラスのアイラビューめちゃくちゃ好きなんだよね。フレッシュさと可愛さ、あ、確かさ、私それ言われた気がする。選曲の時にそういうところ意識して曲選んでみてくださいみたいな多分他のメンバーさんとの兼ね合いで大人っぽい曲のミニソロコンサートもあれば、可愛い曲、フレッシュな曲のもあるといいなって感じで、フレッシュな部分任せてもらってたんだと思うんですよ。自分で選曲したんだよ、あれ。リストもらって、そう、17歳の時とかそれぐらい。愛しさのディフェンス、あ、やってみたいね。私のこと何も知らないくせにって、ちょっとなんか怒ってみたいよねそこなんだ。あのリーメドみたいな、気持ちとは裏腹な言葉だと分かってよ、ララララララ、私そのディフェンス。あれもあの曲もやってみたら、なんかさ、最初のあの肩に手やってなかった、ダンダンダダンダララダダンダダンダダダンダダンダンダンみたいな、あるじゃん。ちょっと難しいダンス、ニュアンス難しいダンス、あれやりたいね。僕の太陽公演、他のポジション覚えてみたいとかしたいね。なんか余裕があったらいいなってるけど、そしたら ないってことになってるのかな。わかんないですね。もう今いろいろ終わりすぎてて、物理的んじゃないよ、走ってないよあの物事には多すぎて、ちょっとギチギチにスケジュールも心もなってますが、テンションシップやったことないけどね。この胸の切なさを息で吐いて、膨らんだ風船の手を離した、どん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 高く青空。あ、あと私あの君よ君よ君よ、あれやってみたかったな、ステージで。きっときっと好きだ、
だってこんな風に嬉しい感じてる。君よ君よ君よ、そんな君を独り占めしてる。羨ましい。好きだ好きだ好きだ、君が好きだ。僕と僕と僕と一緒に帰ろう。え、なんか初訪問とかファンのレベルが上がりました。え、なんか嬉しい。めっちゃめっちゃあるじゃん今日それ。ありがとうございます。天使の尻尾ですか、いいよね。え、そういえばちょっとさあ相談ね。メンバーさんとかスタッフさんに今日聞こうと思ってめっちゃ忘れたんだけど、なんだろうな、チーム B の曲でいい曲とかなんかありますか。ユニットだと特にいいけど、全体曲とかでも。歌詞が好きだよとか、ダンスがいいよとか。好き好き好き、いいよねやっぱり。好きと言ったら好きだと答えて。オネストマン、いやシアジョじゃん。シアターの女神、ようやく会えたね。嵐の夜にはやってみたかったな。やったことないですよね。やったことないですよ意外と。意外となのかな。かっこいいユニット曲のイメージないですか、もしかして私って。あんまりないです、やってないですよね。今僕対公演とか出てるけど、アイドルなんて呼ばないでとひまわりやってますしね。 A 公演出てもカップリングウィズとか強火なリスだったり、そのままで、あの金木犀とか、私そのままでとかさ、金木犀の衣装似合うよね。黄色似合うのかな、意外と。タンポポの景色もいいよね。聞いた聞いた、なんかいい曲巡りをしようって思って。夜風の仕業、あ確かに夜風の仕業いいね。泣きたくなるほどあなたに会いたい、今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう、気になるつもりはなかった。夜風の仕業、あーは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 ー、ドゥルドゥルドゥルンドゥルン、あー大熱唱も今一番情熱こもってたかもしれない。嘘です、嘘です。キャンディー、キャンディー大好きなんだよね。キャンディー私多分全ポジやったことあるんだよね。ユニット曲の中で全ポジやったことあるってなかなか貴重じゃないですか。多分キャンディー全部やったことあるんだよね。やっててチーム B やってた時の16人公演時代に2つポジション分やって、あとは8人公演になっちゃってからの兼ね合いで1回ねセンターやったの。そう B 公演ポジションいっぱいやった、そう長くやったのもあって。わかる、あれ難しいんですよあのダンス。傘使って練習するんですけどね、大体なんかなんかずっとさ動かしながら、あのラクロスのラケットって言うんですか。オカルルボーイ、君はダダ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 、全然合ってない今の振り付けは。なんかね、その時の B 公演で私が研究生でポジション
いっぱいなんか覚えてくださいやりますってなってた時に、もう本当に当日の朝とかにさ頑張って覚えてくんだけどさ、その時私携帯毎月3ギガとかの感じで使ってたの、契約が。だからもう外で動画全然見らんない状態で、本当にあのジュアルデイズとかあの新曲披露やるじゃん、ジュアルデイズとか時代やってた時代の時に本当にジュアルデイズ動画見られないけど新しい方針やんなきゃいけないからどうしようってなって、なんか勘で踊ってやってたんだよね本当に。ついに思い出がジュアルデイズ曲ですよね。本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君は引き止めない。 B 公演でやった思い出もあるけど、パジャマドライブ公演でやった思い出もあるかも。この曲はランちゃんのさ、ランちゃんがセンターで披露してたんだけど、その声がすごくね耳に残ってるよ。見つめ合うほどに切なくなるんだ、不意に思い出がじわるです。トゥン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 だったんぱんぱんぱんあ、そうだ、パチャドラ時代はサステナブルをちょっとセンターでやらせてもらったこともありましたね。懐かしいね。あの時さ私のファンの皆さん喜んでくれたの嬉しかったですね。なんか思い出せば思い出すほど報われてなかったなって思いますもんね、闇とかじゃなくて。なんかその時の実際のなんだろう、下積み時代みたいな、今でこそ楽しく活動してるけど、まあ辛いことももちろんあるけどさ、今の楽しいこと辛いこととその時の楽しいこと辛いことってなんかもう違うよね。もうとにかくダンス覚えるぞ、頑張るぞ、身につけるぞって必死だったもんね。ある程度さ身につけてからはなんだろうな、でもその時代からコロナ禍とか入っちゃって、コロナ禍でなんかさ桜の花びら作る配信したのめちゃめちゃ懐かしい。こうやって作業しながらドラフト3期生で配信しました。あの時何人いました？13人ぐらいいた？今5人とかですよ。君が思ってるよりの時、修行中公演思い出すことある？あんまりないですよね。それがないんですよ今 A 公演でやってるのに。あのねあんまりねアイドル修行中公演の記憶がない、多分必死すぎて。その時お客さんからどう見えてるかとかなんかあんまり覚えてなくて、そういう なんていうの意識をできてなかったから必死すぎて。劇場自分のデビューの公演とか見たくないですもんね。かなり菩薩じゃん笑顔減ったみたいになっちゃうよねその言い方すると。まあでも確かになんか行こうって行こうってこういう笑顔は多かったかもしれない。今のは作り笑顔じゃないからねでも笑うのは好きですよ、好きですよっていうか笑いはニコっていうのは自然に出ますからね。菩薩ってよく言われるから私から
見て菩薩だなって思うのはあやみちゃんです。笑顔も包容力もあやみちゃんは菩薩のような存在です。昨日だっけ、波動ちょっと日付感覚が、波動昨日でしたっけ、あ、そうだっけ、あのね、研究生の時の決まってる髪型がツインテールでしたね、低めの。今の研究生にさ、ツインテールっていないよね、いないですよねって話をメイクさんとしたんですよ最近。やっぱなんかプロデュースの仕方も変わってきたりとか、メンバーの多分オーディション受かる基準も変わってきたりとか、今時になんか変わってきてるんですかね。ツインテールキャラいてもね、なんか面白いって思うけど、でも髪型で覚えるっていうのはまあワンチャン言っちゃえば失礼なことですからね、髪型で人のことを覚えるっていうのは。皆さんちゃんと研究生のメンバー、研究生ってメンバーって髪型固定なんですけど、結構劇場公演でる時ちゃんと髪型でついてるの子とか髪の毛下ろしてる子とかじゃなくて、ちゃんとこの子ってこのダンスが好きなこの子とかトークが上手いこの子とかで覚えてあげてくださいね。もちろん私たちもそれで覚えられたいけど、一つ髪型も要素として覚えてもらうポイントだから、そういう意味合いがあって、結構公演だと研究生は髪型固定なんですね。まああとチャラチャラして見えるのがあんまりね好きじゃないっていうファンの人も多いからっていうのもあるかもしれないけど、まあ時代ですよね。今だってもうキラキラしてるのがとにかくいいっていう人もいるし、私もね結構時代に即した感じの SNS やったりとか、もちろんもう許容っていう感じじゃないよね、肯定派ですよ。お団子してるコンサート見つけて、確かにね、あれ私ね、なんかコンサートでやりたいなって思う髪型見つけたんですよ。1日2日はなんか決まったから、あと1日どうしようかな、ついてるいいかな、髪型自由でも良いのに。そうだよねそうだよね、なんかどっちにもちょっとメリットデメリットありますもんね。決まった髪型だとポニーテールの子なんて毎日さ、ポニーテールって結構頭ギュッてされるから、ほどいちゃう時の解放感すごいんだけど、結んでる時まあ痛いっちゃ痛いし仕方ないことなんだけどね。そうポニーテールといえば、なんか昨日ゆいちがさ波動の時に、あの波動って結構ゴーグルつけるから髪型が制限されたりするんですけど、ゴーグル当たるところに結び目があるとゴーグルつけられないからとかって、ゆいちがポニーテール結構高めで頑張ってやってもらってて、でそのヘアゴム何本で結ぶかとかもあるんですよ。結構あの協力者が差が変わってくるから、このポニーテールヘアゴム1本で結ぶより2本で結んだ方が強く結べるから、もうなんか3本でも4本でもいいですって言って、それは痛いよ、強い屈強なポニーテールが出来上がるよって思いました、鏡越しに。あのゆいちね、昨日めちゃくちゃ片付けを、あの先輩の衣装をその劇場と違って違う会場でやるときってまとめて蹴りケースみたいなものに入れたりとかする必要があるんだけど、最終的にそれだってマネージャーさんがやってくれたりとか、またちょっとメンバーがあのフェスの時は手伝ったりとかいろいろやるんですけど、ゆいちがねそれを昨日頑張ってくれてたんですよ。もう本当に偉いなって思いながら。
時はね、みずみんがめちゃめちゃ偉かったですよ。ゴミ袋をまとめてくれてて、そこにあと、ヤギあずきちゃんかな、その子だけフルネームになっちゃった、あずきちゃん、あずちゃんその子も協力していて偉かったです。今日せいちゃんに抱きついたの、なんでバレてるの、なんでバレてるのゆいちめっちゃ楽屋で頑張ったよね、波動でボコられてて回想だ。楽屋の頑張りとステージのね結果は比例しませんから、残念なことに。でもゆいちは頑張ってるし食われてほしいよね。ゆいちはっていうかもう皆さんですよね、 AKB 皆さん。いやもう一致団結してコンサートに向けて頑張ってるとこですから。嬉しかったって言ってた、せいちゃんが。え、やった、私も嬉しいです、そう聞いて。今ちなみに何時何分でしょう。ゆいち可愛いですよね、なんかもうなんかすごく可愛がりたくなっちゃう感じの子なんですよ。4月にどうしても君が好きだの、あの CD を私からやったんですけど、その時に初ゆいちで、あとゆかるんさんも一緒だったんですけど、52分なの、もうもうそろそろじゃあ自然に切れるの待って終わりますか。ゆいちがその時にハッピーターンをめちゃめちゃ食べてるのを見た時にときめいちゃって、そこからゆいち大好きなんですよね。この話したっけ。そう、楽屋でハッピーターン用意してくださってて、ハッピーターンとかいろいろお菓子、飴とかもね、ありがたいことに。そういっぱい食べてて、で持ち帰り分もなんか用意してて、てあのなんかその会場で最後の部だったので、余ったら吐きとか、まあどうなんだろうな、になっちゃう可能性も高かったと思うので、はい、だからその行動はもちろん正解です。ハッピーターンもねめちゃめちゃ食べてて、その時からは可愛くて大好きなんですよ。どういう子なんだろうって分からず、大人っぽい子だなって、見た目とか、あとダンスがめちゃくちゃ上手いって情報も知ってたし、それくらいで行って、そうまさかのハッピーターンで印象もねハッピーターンしましたね。ちょっとつまらなかったかもしれない。ハッピーターンのあの子のは魅惑の味、いやわかります。ゆいちのついた独特な印象、そうなの、なんかさ学校帰りのポストなんだろうなっていう感じのが結構あって、キュンとするよね。え、ゆいちは見かけたらでもゆいちって多分言ってる気がする。なんかね交流深めたいよね、研究生のメンバーのとこは。結構年齢近い子もね意外と多いんですよ。1個差だったり、同い年の子もいるし、あずちゃんとか。ゆいちフルネームは山口ゆいちゃんかな。そう、あの結ぶに愛って書いてゆいっていう読むからさ、最初なんて読むんだろうなって調べちゃいました。めっちゃ調べた。ゆいち、ゆいちってたくさん言いたくなるよね。めでたいですね、もう めでたいってあのおめでたいじゃなくて、可愛がりたいっていうことね。
ちゃんひな、あ、ちゃんひな可愛いよね。なんかさ、美人さん系だよね、すごく。まだあんまり話せてないんですけど、そう、この前のアイドルなんかじゃなかったら発売の記念配信あったじゃないですか。その時もね、ダンスの練習本番前やってて偉いなって見てました。私ももちろん練習したけどね、なんか難しかったからダンスが。ね、私より皆さんのが詳しいのかな。17期メンバー、18期メンバー、17期メンバーのことはなんとなく分かってきたような、分からないような。分からないっていうのはネガティブな意味じゃなくて、まだ交流がないっていうことね。ゆきたんはね、なんかね、不思議な距離感で話してくれるから。あと昨日ね、ココちゃんと話したのよ。ココちゃん可愛いって思って、話したいって思って話しかけて写真撮ってもらいました。後でポストしたいと思います。ココが話してくれたの。何歳なのって言って、ココとの写真は宝物です。ゆきたん話です。ゆきたんはね、ゆきたんがもうコミュニケーション大得意な子よ、多分イメージだけど。人との距離感の詰め方がうまいというか、心をつかむというかね。一旦、あ、ちょっとやばい、斎藤猿なでか落としちゃった。はい、作業はこのままで一旦終わりかな。終わりかな、もうちょっと残ったけどね。え、一級生メンバーと仲良くなれたらなって思います。ゆきたん陽キャだと思う。わかる、なんかちょっとその素質気配がわかるような、わからないよ。ねえ、じゃあ皆さん、そしたらバイバイ。作業付き合ってくれてありがとう。なんかちょっと歌った気もするし、いろいろ話した気もする、楽しかったです。ありがとうね。じゃあまたね、ランキング見ますよ。13位リーさん、12位年入さん、11位もっぱねこねんねおず、これ悲しみの、悲しまないでとっちゃん。10位葉っぱさん、おロドース最高ありがとう。9位あのピーさん、8位ゆうたんたんさん、8位幸せめちゃ嬉しい、7位ハンメさん、6位クジラさん、ポエしんくん、あ、5位しんくん、4位すずやさん、3位ひらひらさん、2位みやちさん、希望の人、1位永遠にハッタンから卒業できない、あさまるたん。まあ私への思いをね、募らせ続けてもいいけどね、あれになるのは苦しんじゃうのはやめてね、それで。お願いです、それは。じゃあバイバイ、お元気で、またレッスンも頑張りたいと思います、土日も。バイバイ、おやすみ。